性が見つかりました。山口良幸は日本の俳優、声優。誕生日が8月6日の人たちは、女優のベラ・ファーミガ、作曲家の梶浦由紀、俳優の久保田正孝、女優の沖縄恵、俳優の坂井正明です。こんな説明が見つかりました。M. ナイト・シャマランはインド系アメリカ人の映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。2008年インド政府によりパドマ・シュリー勲章が授与された。こんな説明が見つかりました。さかなクンは日本の魚類学者でタレント、イラストレーター。本名は宮沢正幸。父は囲碁棋士の宮沢五郎九段。東京海洋大学名誉博士、東京海洋大学客員准教授。8月6日、広島に原子爆弾が投下されました。市内を走る路面電車は被害を受けましたが、原爆投下後わずか3日で運行を再開しました。一部区間での再開でしたが、運賃が払えない乗客に対しては無理に請求を行わなかったと言われています。8月6日から8日の間に宮城県仙台市の中心部や周辺の商店街などで開催されます。東北三大祭りの一つとして知られており、その始まりは伊達政宗公の時代から続くと言われています。長さ10メートルに及ぶ笹飾りと呼ばれるくす玉を
つけた吹き流しの飾りが5本1セットでアーケード街に彩られ、街中が七夕一色になります。